うん、くしゃみはしてない。あ、してないです。この間もしてないって言ってません。ここじゃあ1週間は、そうですね、なんか目立つようなないあれはなかったです。あ、すごい。1回だけなんかちょっとプープー言ってる日があって。はい、いました。はい、体重かな。でもご飯はよく食べてます。こいつが昨日じゃちょっと見せてからもらってます。キープはしてます。ちょっと増えてありました。うんちってさ、20くらい、1日で、あ、見れてる時なんで、半日ぐらいで。半日弱って感じ。そこが2つあるから、ここが1日でってことですね。そうですね。だから多分40から50ぐらい出てるってことですね。そうですね。よくしてますね、でも今。すごい。とそれからお風呂写真を点眼点眉してるんですよね。ごめんね、ごめんね。はい、34。ここで測ったらこの間32だった。明らかに増えてますね。34。よし、これちょっと体重計外して、まだ生えてこないんだね。ちょっとここに逆さってのがある。お風呂写真に蓋開けてちょうだい。すいません。はい、じゃあちょっと点眼点眉します。点眼と鼻もいけるかな。よいしょ、よし、しばらく蒸しておきますね。はい、でその餌入ってますね。うん、いいですね。 50% ぐらい入ってます。60の1分にして、くしゃみって経過長いんですね、確かに。ね、1月から上げて吸入をしていた。60度1分になってる。じゃあちょっと抗生照射療法をね、やらさせてもらいます。 OK。 あ、わかりました。あの、まだつけてないんだね。一般状態がいいから、もしよかったら一滴首、頭の後ろにちょっと寄生虫予防の薬つけてもいいですか。目視で口出しといて。レントゲンはどうしましょう。今日はちょっと時間があんまり、わかりました。あ、そうですか。じゃあまた一回でも撮りたいね。なんでかっていうとね、このくちばしがすごい尖ってるでしょ。こういう子ってさ、もしかしたら肝臓が、はい、これもらって。はい、じゃあこれが目視で口の薬です。でここに一滴垂らします。そうすると、ここから皮膚から吸収しててくれて、体表の寄生虫、それから消化管内の寄生虫、血管の寄生虫を予防してくれますね。これ、吸入はどうしますか。お願いします。やります。はい、わかりました。これ、野菜を食べてるの、うん、だからこんな緑なんですね。じゃあ、あそこで吸入して、はい、一回消すね。